いや、ハロー、こんにちは。はい、現在7月5日月曜午後2時55分ですね。さあ、今日もうちの母ちゃん仕事でございますんでね。さあ、金曜ロードショーで録画していた狼子供と雨と雪、今 CM 全部カットしましたんでね。はい、ここから見ていきたいと思います。はい、僕はマジ大道芸人浜と言います。はい、もう自己紹介は軽くしておきますね。はい、芸歴15年目、マジシャン大道芸人パフォーマーやってます、40歳。現在はコロナの影響で1年4ヶ月ほど仕事がなくて、貯蓄を切り崩して生活してますが、だいぶ減ってきました。で、その中ね、きっちり自粛してますが、その1年4ヶ月弱でですね、350作品ほど映画、アニメ見てきまして、現在アニメリアク職人としてね、リアクターやってますが、まあ今ちょっとね、いろんな事情があって、僕の家に母が来て4年目になるんでね、母がいない時しか、こうやって撮影しながらアニメ見ることができません。そんな中でね、アニメリアクターやってます。まあ、ほとんどが2桁再生のゴミクズ野郎なんですけども、まあ、やればできる、諦めない。それをね、伝えたくてパフォーマーになったんで、僕はこのアニメリアクターとしてもね、やればできるんだと、諦めちゃいかんというのをね、なんとなく皆さんに感じ取っていただけるように、気合と根性でアニメ見てますんでね、よかったら応援してください。はい、概要欄に、僕のホームページ、SNS 各種 PV、出た番組などなど書いてますんで、よかったら見てください。アメブロ毎日更新してます。はい、で行きましょう。狼子供の雨と雪、金曜ロードショー録画した分です。なんでちょっとCM カットしますけど、多少ずると思いますがご了承ください。行きます。3、2、1、スタート。 OK、 スタジオ地図作品、1時間55分です。しん、母が好きになったのは狼男。これもうだいぶ前から勧められてました。これは僕のガチな後輩からね。もう3年、ん、ちゃうわ、だいぶ前でも2年ぐらい前かな。2年中か、あれか、アニメにハマってすぐぐらいの時です。これは母なんかな。大学でそんな簡単に入り込めんの？
写真はお父さんかな。なかなかのエピソードだな、それ。これはもうこのが狼なんかな、狼男なんかな、このもう付き合ってんのかな、ほんで。家ないの？一緒に住もうってことかな。ここで言うんかな。細かいな、今の車の揺れとか。狼男やって言うんかな。
に会えへんくなるパターンか、これ。あら、シャッター閉まってもずっと待ってんのね。けなげやな、花ちゃん。あ、来た。見せるべき。何？満月で狼になるパターン？狼男っていうことは。いやー、バケモンとはならへんのね。あれ？裸？これ。何も知らないってことは、なるほど、ハーフエルフってことか。エルフじゃない、ハーフ狼男ってことね。ハーフウルフね、だから。もつきおてるわけやな、ほなら。一緒に住んでんのか。お、つわりかな。これつわったな、これ。
自然出産。ユニットバスなんかリアルやな。一人暮らしって感じがしてね、学生の。七面鳥？ああ、だいぶ腹でかなってきたな。すごい。なるほどね。あ、二人目。なんか財布？え？死んでんの？え？おう。マジかこれ。わわわわ。いや、これはえぐいな。
そうか、死別なんや。2000円しかないのか。なんて書いてんの。昭和54年2月生まれ。いや、悲しい死に方やな、しかし。狼の匂い。ああ、めちゃくちゃなんか。もう神と生きるか。これは大変やな、これ。ああ、動物病院か。ああ。
なんかもうちょっとなんかいいね、もうめっちゃ泣ける映画やとは聞いてるんで。大変やな母ちゃんこれ。夜泣きか。うん、こうやって実際になってみな分からへんけど、どうなんやろな、乗り込むぐらいやっぱりイライラするのかな夜泣きって。児童相談所？いや、えらいこっちゃな、これ。これはえらいこっちゃな、これ。山の中かな。ポッ。ああ、ポツンと一軒家的な。凄まじい、まあ、廃墟やん。なんかボンビーガールでこんなったな。
森泉さん呼ばなあかんレベルやね、これ。チャリがある。なんや、今度はお手柔らかにて。これ大変やな、お母ちゃん。雨漏りパラダイスなんかもうこれ。ちょっと減った。お、柱の傷。何歳なんやろ今。雪5歳、雨4歳。懐かしい、これこのタイプのシンク懐かしい。わあ、適材限が。宮崎のじいさんかな、あ、違うわ。五右衛門風呂。本屋。
ああ、自給自足始めたんやね。収入どないしてんねんな、ほんまに。家賃ただとしても。怪我してる。ああ、あの猫か。お、ネズミ。ヘビか。おお。あら、毛生えてるやん。なんか変なもん食うたんかな。ここから学校行くとかなんだけど大変やな、ほんまこれ。ああ。そっか、食料あれへんもんね。
菅原文太さんみたいなやつやな。平泉成さんかな。そうか、まあ父親の教えをねちゃんと受けて笑ってんのかな。あれこれ、あれかな、さっき雑貨屋の前で会ったおばちゃんかな。いいね、これぶっきらぼうやけど優しいおっちゃんっていいよな。紫さん、ええ人ちゃうのこれ。なんかもうこのお母さん頑張ってる姿がもう泣けてくるな、これ。なんか早くも来るもんがあるわ、涙腺に。なんか形がすごくね、畑かなこれ。
ウルンかな、あ、ちゃうか、いいね、優しさが。バレるんかな。あ、うまいことやったね で、またここで鳴る茶芋できてる。大根すげえ。イノシシね。なにこれ、肥料ああ、二人がいるもんね。こういうケースに入った卵はうまい。
あ、冷蔵庫かな。ね、紫のおじいちゃん90何紫のおじいちゃん、いい話ないけど、わあ、つららやで、つらら、宇治では見られへん光景。おお、なんかスキーのエアリアルみたいなやつね。この平和な光景がずっとええわ、これ。この後なんかあるんやろな。ああ。おお、抑えた。わあ、なんか雨がこのまま川に落ちそうな気がする。わあ、ああ、流されてる。あ、
ゴーン言うた。ユキが助けたんかな。肌の色戻ってきたらよかったよかった。今やっぱ頭打ったからかな。ガーン言うたで。伸びたな汗。入学式か。片道2時間半とか言ってなかったっけ。あ、それ中学か。早、さすが狼やな。あ、バイト探しね。面接か。あ、面接じゃないのか。見学か。27歳か。
電話。森林狼。喋れんの？それは分からへんかな。これはぶられるんかな、どうなろう。うわ、古いミシン。意外と多いな。なんか あれ、いじめられてる。
あ、2年生、3年生になってんのね、もう。で、雨が3年生になったのね、今。ずっと雨一人やな。あれ、学校来てない？あれ、車買ったんや。いつの間にか。声変わってる。声変わり早いな、3年生で。いいや、鼻敏感。はあ、なるほどね。そういうことになってくる。ああ、これはちょっと。わあ、これ狼になってまうんかな。わあ、爪が。ああ。これは。耳いかれたか。
見てしもうたな。まあこれ追いかけ回した総兵も悪いけど、やってもだなこりゃ。あれ家に来た。来週化け物の子、来週とか今週か。あれなんか置いてたぞ。何？学年通りかな。あ、学校通り。あ、そうか、休んでんのか、ゆきは。不登校になってもうたか。話すんかな、実は。なわけないか。あ、毎日来てんのや。あ、やっと学校行くんか。総兵来てんかな。ああ。かさぶたになってんや。
狼のとこかな。あの狼やろな。狼かな。おるんかな。野生の狼でもいんのかな。キツネか。桃と何これ、パン。すごいな、この滝の柵が。わあ、綺麗。なんか君の名はあの湖みたいだな、これ。
ちゃめちゃやないか。ああ、家めちゃくちゃな家やん、もう。ああ、もうめちゃめちゃやんか、もう。アメーバだから親父と同じような生き方をしてるわけやな、これ。もう母ちゃんも32歳か、ほんなら。山に住むってこと？この雨が。10歳か。あ、シングルマザーってやん、そうへいの母ちゃん。子供に内緒で再婚。中に抜け出して山行くんか。蚊帳で寝てるっていいな。
天気？なんか不穏やな。嫌な予感しかせえへんねんけど、これすごい、この作画。あ、停電した。ああ、ビニールが破けとる。どこ行った？キツネのとこかな。困った子やな、これ。どこ行ったんや。すれ違いならへんか、これ。
傘が。いやーこれは。いやーちょっと嫌な予感しかせえへんな、これ。ずっと娘がナレーションしてるってことはもう母いいひんってことやと思うから、ここで雷打たれるとかそんなんないやろな、母が。あら、一人になって思ったやん。あれさ、総兵もう嫌な予感する。こっちも嫌な予感するな。怪我した？ああ、足やったか。これ遭難せえへんか、これ。大丈夫か、これ。うわ、これはあかんぞ。いや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 、そっちか、熊に遭遇か。よかった、もうよかったわ。じゃあちょ、これあ、寝てたんかい、その辺は。学校暮らしか。いやー、ちょっと。落ちひんか、これ。ああ。
うわ、枝折れそうやな。わあ。ああ。ちょっと、これはあかんぞ。これ、ここで、あれ？やっぱ、死ぬんかな、母。マジか。雨何をしとんねん。ほんでユキとソウヘイどこ行ってん。ほんで隠れてたもん。なんでよ。うわ、工程えらいことなってるやん。あ、そういうことか。のパターンか。選択肢はボクサーかレスラーって。話すんかな。話すんや。ああ。おい、総兵優しいじゃないか。母はどうなった、ほんで。
まだ倒れてるやん。これって俺はサンズの川的なことなのか？あ、雨が運んでんのか。え、生きてるやんな、母。死んでへんよな、これ。ああ、生きてる、生きてる、生きてる。狐の代わりに山に住むってことやね、これ。そうか、見送ることにしたのね、母ちゃん。
ほんならこっからはユキと二人暮らしになるってことやね。あ、中学校の入学式。ああ、よかった。死んだわ。死ぬわけじゃないのね。ああ、よかったわ。ほんまに一人の男性に人生捧げたっていう話やな、これは。あ、終わった。はい、終わりました。え、そうか、エンディングがないのか。ちょっとキャストが気になったけど、ちょっとキャストこっちで調べよう。ちょっとまああのね、はい、終わりました。狼子供の雨と雪、キャストと、まあ金曜ロードショーやからそれは歌ないか。狼子供の雨と雪キャスト、あ、そうなんや。花って宮崎あおいさんだよね。ここ何年前の映画なの、そもそも。あ、狼男って大沢たかおさんだね。少女期が、あ、黒木華さんなんやね。総平の母、林原めぐみさんなんや。ほうほう。あとはもう、ああ、染谷翔太さんとか谷村美月さんとかいるのね。お、にら崎さんって菅原文太に、ね、似てるって言ったら、ほんまの菅原文太さんやないか、これ。そうやったんや。へえ。まあ、今週化け物の子みたいですね、これ。あ、2012年、9年前なんや。あ、いや、まあまあまあ、あの、良かったです。非常に良かったです。ほんまにあのね、大学の何講義中に出会った人が狼男やったという、そこにね、もうほんまの純愛を感じましたね、これは。ねえ、もう あんな形で死んでまうとはね、旦那さん狼男ね。で、そっからは子供たちにほんまに、なんやろ、その旦那に捧げた人生みたいな。いや、いい話でしたわ。ちょっと今になって来るもんかねな、これ。なんやろ。なんでこんな後から来るんやろな。なんか今になってきました。はい。はい、ということで、狼子供の雨と雪でした。はい、どうもありがとうございました。非常に良かったです。いいね、あんな純愛できる人生、羨ましい。まあ、このなんか雪と総平の続きとかも見たいな。総平もやつやった。あんな耳ざっくりやられてね、知ってたけどずっと誰にも言わず隠してた。ああ、そこも良かった。まあ、雨がちょっと最後ね、あの狼になって山に行ってしまったのは、って感じでしたけどもね。はい、以上です。どうもありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いいたします。はい、以上、マジラジオ芸人浜田でした。では。